久々にシェルフの改造をしようと思います。現在ウィング車だったんですが、ウィングを取っ払って今平車に改造して、この車にセルフを乗っけて、そしてこっちにある車、これにユニークに改造しようと思います。こっちの車は今現在セルフ乗っかってるんですけど、このセルフをこれですね、セルフのみ今ついてます。この車はこのシャシー、セルフシャシーのみ荷台をそっちに乗せて、向こうの平ボディとこの上に乗ってるユニックをこっちに乗せようと思います。荷台の交換です。まあ理由はこちらの車はユニックでもセルフでも OK な車種だったんですが、向こうにユニックを乗せようと思ったら、なんとユニックを乗せれない方でした。なのでニコイチじゃなくバクリッコをして、こちらにセルフを乗して、こっちをユニック車に、セルフユニックにしようと思います。現在はこんな感じです。向こうはちょっと中途半端で今やめちゃったんで、こんな感じです。どうなるかちょっと楽しみにしていただきたいです。ちょうどセルフの足の取り付け部分、キャビンの裏側になりますが、リーフの取り付け部分と2軸目のリーフの取り付け部分の間がこの車は空いてます。なので U ボルトを通すことができます。しかし向こうの車は、よいしょ、なんとちょうどそこになんかいろいろついてます。なので U ボルトを通す部分がありません。足の付け根部分がなんか余計なものがいっぱいついてる状態です。なのでユニックの取り付けがこちらの車は不可能です。今現在はいいですね、後ろもちょっとかっこいいんじゃないでしょうか。足はない。このユニックを4段セルフラジコン付き、このユニックを今この車に乗せます。そしてこのウィンチ付きセルフの平ボディを向こうの青い方につけたいと思います。